今日本で一番楽しくて映えると噂の水族館に妻のまえちゃんを連れて行ったらめちゃくちゃ楽しんでくれたから、その水族館みんなにも教えます。入ってすぐに妻のまえちゃんなんかニヤニヤしていて変なダンスしてると思ったらまさかの人手の真似をしてました。そんなこんなで普通に水族館楽しんでると思いきやナマコをガン見する妻のまえちゃん。そしてこの水族館のこの水槽がめちゃくちゃ映えるんです。映え空間すぎて妻のまえちゃんの可愛さ100万倍。メインの水槽はめちゃくちゃでかくてその大きさを伝えてくれる妻のまえちゃん。さらにイルカライブもあって海を背景に眺めるイルカライブは迫力満点。あまりの楽しさに妻の舞ちゃんペンギンのモノマネまでしちゃう。この水族館の名前は香川県にある四国水族館。ぜひチェックしてみてね。